ここが東日本学園ものづくりを学ぶための学校です。1年後には東北各地の工場で日本のものづくりを担っていくんです。ものづくりで大事なのはやはり人づくり、そしてそれが一番難しい。 あんたおかか。お久しぶりでございます。秀吉様も次の世代の人づくりにはご苦労されました。教育は難しい。あんたどこ行くの。ファントゥードライバーゲイン、トヨタです。